あの、巨大なですね、あのジャブロ本部の会議室の中でですね、ティアム艦隊は21時にここジャブロを発信する。そこで君たちホワイトベースはその2時間前に発信してくれたまえ、というふうに言います。ブライト驚いて、2時間も前にでありますかって聞くと、ゴップは、そうだ、あ、おとり艦は他に3隻出す、っていうんですね。あの、前回はおとりだってはっきり言わなくて、ブライトからですね、我々をおとりというわけですね、 っていうふうに言われたんですけども、今回はゴップ将軍は、もうじゃあもう君分かってんだな。うん。おとり換は他にも三席出すからっていうですね。このゴップ将軍のしたたかさ。 たぬきさ加減っていうのが、ね、なかなかすごいですよ。おまけに発信シーン見たらホワイトベース1期だけでいってるんですよ。<laughs> なので、おとり感3期出すっていうのは嘘になったんですね。だから完全にこう見捨てられたような状態でホワイトベースは自分たちだけの力で生き残らなきゃいけなくなったんですけども、ここら辺のですね、ゴップの策略家としてのセリフですか。未来君君もなんか、婿さんの世話をさせてくれたまえよっていうふうに言ってんのも、これから殺す相手にまだ親しげに言ってると。 万が一生き残った時にヤシマ財閥との関係を良くしよう,ってうですこの辺のですね、やり方が、ブライトたちがですね、後々出てくるその連邦本部への不信感につながってくるわけですよね。なんでティアム艦隊が2時間前に出発するのか、その時に映ったディスプレイの映像がこれなんですけども、これゴップ将軍ですね。で、ここがジャブローで、ティアム艦隊はルナーへまっすぐ行くと。それに対してホワイトベースは2時間前に出て、 で、途中でコース変えてソロモンで集合と。で、ティアム艦隊はルナツーン集合した後でソロモンに行くというふうに説明してるんですけども、地球はですね、このように時計回りに回転しています。地球の地上から発射されるロケットとか宇宙船っていうのは秒速8キロを出さないと衛星軌道に乗れない。ところが、地球自体もですね、この図で言えば右回り、秒速1キロぐらいで回転してくれてるんですね。実はこの右回りに飛べば、 得なんですよ。だから大体のロケットとか宇宙船というのは東側、地球の時点方向に向かって発射されるわけですね。だからよく北朝鮮のミサイルが日本上空を追加とか、また日本がって言うんですけど、あれ当たり前で別に北朝鮮であるとどこであると世界中の国のロケットは ほぼ確実に、なんかよっぽど、この軌道に乗りたいという理由がない限り、ほぼ確実に東向きに発射されますので、北朝鮮から発射されるミサイルは、そりゃ、どんな実験であっても日本上空通過するに決まってるわけです、ね。だからといって、あいつらがやってることが正当化されるわけではないんですけども、まあ、ここのところ、ちょっと軽く押さえておいてください。ティアンム艦隊がルアンツー行くというのも、これも概念図であって、本当はやっぱこういうふうに回って、 ルナーに行くわけです。地球とルナーの位置関係っていうのは天文学的な問題だから、西暦何年の何時、何月何日、何時何分はもうルナ2ここにあるというのは絶対にわかるわけですね。ティアム艦隊が21時に発信するっていうのは逆に言えば 21時ぐらいにジャブローを発射して、これぐらいの加速度で行ったら、そりゃ目的地はルナツーだっていうのが、ジオン側にもすぐに分かってしまうんですね。ここら辺がその宇宙船打ち上げの面白いところで、この宇宙船打ち上げのタイミングのことを、ウィンドウ、窓って言うんですけども、すごい離れたところから、もうスループが決まった坂をパチンコ玉を転がすようなもんだと思ってください。 宇宙関係の物理学ってそうなんですよ。一回やったらもうね、なかなか後戻りできないので、このタイミングで転がしたら次に転がしができるのは何日後というふうに決まっちゃうんですね。夜の9時にティアム艦隊が発信すればルナ2だ。ところがそれも2時間前に発信したら、ジオン側から見たら19時に発信したということは、そこから通常の加速やったら目的地は月かな、月のグラナダを襲うのかなというふうに見えちゃうわけです。 ここら辺の策略を使ってですね、見事にですね、誤解させたわけです。ホワイトベースの役割のおとりっていうのは何なのかというと、本体の発信とは別のウィンドウを使って地球衛星軌道に上がることによって、目的地ですね、地球連邦の反撃がまずは月に行くんだというふうに思わせることだったんですね。